皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、あなたはどっち好きなことを仕事にする求められることを仕事にするというテーマでお話をしてみたいと思います。えー、こちらのテーマは非常に深いテーマで、まあ、いろんなうーん時期とかいろんなシーンで、えー、私のクライアントさんとか、あと新規でご相談、 くださる方とかにお話をしている内容で、ある意味永遠の課題かもしれないんですけれども、まあ、この間もあの、やはり新規の方ですね、ご相談に乗ったときに、まあ、これに近いようなお話を私したので、その事例を一つ取り上げてですね、私の見解をお伝えしようというふうに考えておりますので、そんな感じで聞いていただければと思います。えまず早速ですね、こちらのまあ、 好きなことを仕事にするとか、まああと求められることを仕事にするっていうのは、どっちですかっていうのは問いをお伝えしてますけれども、えー、私の考えを先に言うとですね、私の場合には、これはどっちも正解っていうか、どっちもありと思ってるんですよ。 なんだそれっていうふうにね、思われるかもしれないんですけど、それには理由があるので、これからそれをお伝えしていくんですけれども、えー、私のまあテーマとしてですね、仕事趣味化っていうのがテーマになっているので、まあ仕事が楽しくって遊ぶように仕事をする。真剣に仕事はやってるんですけど、遊ぶように仕事をする。で、逆に趣味を仕事にすると、 趣味がつまんなくなっちゃうからやんない方がいいよっていう人もいるんですけど私は逆で趣味がお金になっていく領域に入ってくるのであればそれはすごく楽しいしだから仕事趣味化計画仕事を趣味化するっていうのが私の基本的なスタンスなんですよ仕事をやるときに。じゃあこのスタンスでやるときに好きなことを仕事にする 求められることを仕事にするっていうことで言うと、確かに今の私は好きなことを仕事にできてるし、趣味も仕事の中に取り組ん、取り込んじゃってるので、趣味の時間で仕事のような時間が重なってるから、まあ、それもあってストレスが少ないっていうのはあるんですけれども、今の私はそういう状況が作れてるわけなんですよ。ただし、 これは時系列が伴う内容になるなっていうふうに思っていて、時系列ってじゃあ何なんだっていう話なんですが、えー、私はコンサルタントになりたかったんですね。それはそういう方を救いたかった、そういう方たちを救いたいっていう気持ちがあるからコンサルタントにもともとなりたいと。ただし、例えば会社員からいきなり教室業のコンサルタントをやりました。はい、どうぞ。 相談乗りますよ、言われて、あなた相談できますかっていう話なんですよね。まあ私だったら相談できないです。だって会社員でどんなにすごくったって、教室業のことはあなた分かってないですよねっていう人に、なんで私の未来の人生預けるんだっていうことになったら、私は基本その業界で経験をしてきてる人、やってきてる人の言葉でないと信じないので、 いや,やってないのに何で言えるのかって思うじゃないですか。だからやってきたことしか、うん、相手を説得する材料、協、まあ、力の材料に基本はならないんですよね。だからあの今のコンサルタント業界って信じられないのは、信じられないっていうのがうさんくさいって言われてしまうのが、うさんくさい人がいるからなんですよ。口が達者、頭がいい。 でも実践してない、自分でやってないっていう人も混ざっちゃってるから、その人に騙されちゃったっていう人が、コンサルタントって怪しいとか言うんですけど、いや、ちゃんとやってる人ってみんなちゃんとやってますからね。まあ、それを見抜けなかったというのも、まあ、その人の責任の一つなんですよね。ちょっと厳しいこと言いますけど。要は見抜けるほどの目がまだなかったっていうことなんで、なくなっちゃったお金は勉強代です。 はっっきり言って、うん、じゃあその観点から言ってもじゃあ私はコンサルしますなりますって思ったら最初に何やったかって言ったら自分で教室を作って自分でちゃんと集客もしてでちゃんと満席にしてっていう運用と運営をやってるわけですよ。それもページもね自分で作ってとか SNS もちゃんと自分でやってとか。で 私はその一通りやったものを時間を圧縮したくって、懐中さんに頼んだり、人に頼んだりってお願いしてますけれども、基本、自分が一度やったりとか、ある程度運用したものを人に渡しているので、一瞬じゃあ、その人ができません言って、仕事がオーバーフローしてできなくなっちゃったって、もしも言ったら、そこを引き上げて自分で続きできるっていう状態ではあるんですよね。全くできない ものは渡してないので、はいというのがまず私の基本信条なんですよ。そうすると時系列がね違うんですよ。趣味化したり楽しいことをしたりやれるようになる前は求められることをやっているんですよ。でしかも求められることの中に自分が得意じゃないものも入ってきちゃう時もあるんですよ。将来それをやりたいっていうふうに思うのであれば。 さっきの例で言うと私はパンを作るのは別に得意でもなかったし嫌いでもないけれどもめちゃくちゃ好きっていうわけではなかったんですよね。だけど当然仕事でパン粉ネキの販売の営業をやるわけでパンの知識をいっぱい身につけたしいっぱい試作もしたしだから作れるっていう状態だし教えることができるっていうだからめちゃくちゃそれを仕事にしたかったわけではないけれども信じてもらうために。 教室を作る必要があったからそれで教室を作りマーケティングと呼ばれるウェブの集客の技術を使って集客をしたんですよねだからこの時の私は100%全振りで自分の夢を叶えてるわけじゃないんですよ夢の途中をやる必要があったから ということなんですねじゃあこの時は何をしてたかっていうとまず教室がうまくいくことがその後の私の信頼を得ることになるのでやったのは求められるものですつまりイコール満席になるもの売れるものみんなが来たがる教室これを作るということに全振りしたんですよね3年間はいまあ正確に言うと6年教室やってますから6年間なんですけど 最後の3年とコンサルやり始めた3年は重なってますからね。なので結局そのうーん短教室がめちゃめちゃ好きでやったわけではないんだけれどもそれは必要で先生の気持ちを理解する必要あと時間割的なものとかですねどういう展開をしていかなくてはいけないのかを身をもって知る必要があったから。 やっているわけなんですよねだからずれてるんです夢を叶えてる時間がという感じで、えー、仕事趣味化計画の中には今私は、えー、サックスを仕事の中にじゃあどう入れてるんですかって言ったら、えー、ライブツアーっていう名前にしちゃって自分のセミナーの中に音楽ライブを入れ込んじゃうっていうのは自分で勝手に作ってやっています。最初はセミナーのの方にもちろん価値が高かったので セミナーの方で稼ぐっていうような形でやってましたけど、最近セミナーの内容をほとんど喋らなくても、サックスライブの方で集客できているので、まあ、だんだんそういうふうになって、いよいよお仕事みたいな雰囲気になってきているんですよ。で、それはそうなるように組んでいるけれども、最初はそうじゃなかったっていうことなんですよね。で写真も一緒です。写真もすごく習っていって、自分の趣味として一生懸命楽しくやってたんだけれども、 えー、教室の合間の時間に写真を教えてっていう講座があればいいかなと思って作った講座が人に求められてあオッ OK だよねっていうことになったから写真ととパンっっててていいういうううそ講座を作って教えたたりとかしていたんですよねだから求められるものっていうのは売るのが難しくない、まあ、ある意味簡単っていうことになるのでだから私はその時系列が違うっていうのは 最初からいきなり夢叶えなくてもいいんじゃないですかっていう話なんですよ。時間かかっちゃうから。で、この間あの、ご相談に乗った方がまさしくそのタイプの方で、まだ会社は勤めてます。だけれども、自分が趣味で料理習ってます。じゃあ、その料理で教室を開こうっていう場合に、何からしていいかわからない、えー。自宅に人を招くのはそんなに自宅狭いし、綺麗じゃないからオンラインでやりたい。 っってていいいうことでで何からしていいかかららしわないにご相談乗ったんですよで私最初に聞いたのは、まあ、どこまで本気でやりたいのかっていう形本気でっていうのはつまり収入をどれぐらい稼ぎたいんですかっていう話をしたんですよその時にでその方はまずは3万5万とかできれば10さらに言ったら50万欲しいまあ割と本気の金額になっていきますよねそうすると会社員を やりながら、その構築をしていくっていうことになった場合に、忘れてはならないのが、すでにやってる方の存在なんですよ。すでにやってる方っていうのは、まあやってるわけじゃないですか。プロフェッショナルですよね。しかも専業で、会社員とかじゃない状態で。という教室と、自分が参入した途端に、まあ、 その一個の個教室として比べられてしまうわけですよそしたら普通に考えても比べた時に、まあ、どこまで本物でちょっといきなりやっちゃったよっていう人だったらバレるんですよその内容とか言ってることとかできてるものとかがねだからどれぐらい本気で取り組めるのかによって成果は変わってしまうので。 そこまですごく儲けようっていうふうに思わないのであれば趣味領域から始めて近所の人とか会社の人とか知ってる人でなんとなく、まあ、言葉は悪いですけれども教室ごっこみたいなところからスタートすればいいですよそれすらだってできない場合にはできないわけですからでまあその方はね赤字にはなりたくないっていうふうにおっしゃっていたんだけどいや赤字になりますって最初はだって趣味 っぽいところから、始めるわけですからその金額に見合うだけのものをいきなりもらえるっていうわけじゃないじゃないですか。で、いろんなそのレッスンとかもだって、モニターっていうのからだいたい始めるときって、だいたい赤からスタートしますからね。なので、いきなり収益化っていうのは、これは個人でなくたって、大企業だって赤字っぽいことから新規事業ってだいたい始まりますからね。それを作るとか、広告宣伝して、 当たるかどうかはその後本当にうまくいったら当たったことになるっていうだけの話なのでまあ通常は悪からなんですよだから仕事にしたいんだったらそこも覚悟を含めてやんなきゃいけないんだけれどもまあなんとなく楽しいしやろうかなっていうとこからスタートしたのが仕事になっちゃったっていうぐらいのライトなノリでいいんだったら。 もう趣味がめちゃくちゃこう突き詰めた形で圧倒的にそれを見てるだけでみんなが楽しくなって習いに行きたいって言ったらなんだか先生になっちゃったみたいなうんそれぐらいのストーリーが描けるのであればそれはそれでありだと思うんですけれども通常はすごく好きなことをめちゃくちゃ発信をしているだけで人が来たり申し込みが入るっていう確率はすごく低いんですよね。 じゃあどうしたらいいんですかって言ったら皆さんが習いたいものに自分の技術を寄せていってそれを発信するっていう方が、まあ、正当というか王道というかですねそうなると皆さんが習いたいものは何なのか自分ができることと皆さんが習いたいものっていうのの、まあ、そのせめぎ合いの中の共通点になるような格を見つけなきゃいけないんですよね。 でこの時注意しなきゃいけないのが、えー、とニッチと呼ばれる、あの他の人がやってるものを少ないものを、他いないんで、私だけ独り勝ちができるって勘違いする方いらっしゃるんですけど、他の方がやってないケースは2つあって、1つは求められてないから参入しないと思って辞めてるケースと、1回やってみたけど、やっぱり全然集約できないから、辞めちゃったから誰もいないっていう感じ。 のケースが多いんで、これ誰もいないからラッキーじゃないんですよね。ある程度パイがあるようなところで、他の人がすでに何か成功しているところの少しずらした内容とか、少し自分は違う売りでいくとかいう、このいい感じのとこを探さないといけないんですよ。だから必ずしも最初から自分のことを好きなようにもう発信してたら先生になっちゃったっていう人もいるんですけど、少ないです。 大体、はい、いいどういうふうにしようっていうのをちゃんとやって組み立てて初めてうまくいくかどうかレベルなのであの最初の人は特に最初から自分の思い通り好きなお客さんが来る赤字にもならないっていう幻想は捨てた方がいいと思っています。大体1年ぐらいはかかりますよ赤っぽい性格赤字あ生活がね。 私、ちゃんと勉強して、ちゃんとお客様を手元に置いていたって、初年度とかは400万いかなかったですからね。まあ、当時、開業した当時。だから、それぐらい楽じゃないっていうことですよ、ちゃんとやってても。ということは、片手間にやるのであれば、なおのこと、もっと難しいことを覚悟しなくちゃいけなくって。 で、そうすると今度はそんだけ時間をかけてたら、今度は会社辞める時期が来ちゃう。定年になっちゃうとかね。まあそれもあり得ますよね。あと体力がなくなっちゃうとか。だから時間との勝負なので、どこかで人生にコミットメントをしなきゃいけない時期来ちゃうんですよ。特に後ろの年齢が迫ってる人に関しては。ゆるりと楽しくやっててうまくいく可能性はあるかもしれないけれども、 似たようなことを他にやってる人がいたとしたらすでにやってる人がいるのでまあそっちに人が行っちゃう可能性が高いわけですよ。なので教室業に今から参入でしかもオンラインからやりたいっていう人はコロナの時期にやっていたのであればよかったんですけど今から参入だともうある程度皆さんがオンラインできるようになっちゃったからそこそこレベル高くないと満足してもらえないから。 マグレで人が来たとしてもリピートにはならないのでかなり入念に準備をしなくてはいけないという状況になっちゃってます。はい。じゃあどうしたらいいんですかっていうことは一気に欲しいものを全部手に入れるっていうことは難しいと理解したらいいと思っています。なので数年のスパンの計画で考えるだから今は求められるものをやる。 なぜならば売れるものをやった方がお金は回るからです。いやいややれとは言いません。だけど、まるっきり最初から自分が好きなことをバーンとうまくいくかっていうと、ちょっとそこは難しいよって思っといた方がいいです。はい。1年はまずうまくいかないだろうなって思うぐらいのスパン、スパン、スパンが欲しいです。3年ですよ。大体いい計画。3年です。うん。3年計画で。で最近の方とお話ししてて、 すごく思うのがあのちょっとインスタグラム上げて数ヶ月でうまくいくって思っちゃう方が多いんですけどいやそんなに簡単にうまくいくんだったらみんな教室満席満席員御礼になっっててますってっていう感じですでインスタグラムでもちろん正しくえものすごくあの内容も精査してうーんと量もかなり上げてって言って。 ある程度の頭突き抜けるところまで行っちゃったらその後は自走してうまくいくっていうのはすごくあるよくあると思うんですけど最初本気でやっぱりやらないといけないのでそれっていうのはやっぱ会社員の片手間っていうのは厳しいと思うのでどこの順番で何をするかですよね。私はは会会社社員ののでで無理と思ったんでブログは会社員の の中ででも片手間レベルじゃないですよしっかりした売れるブログを書いていたので3時間とかかけて会社員の時だって書いてましたからね。やっぱ時間かけないと難しいですよね。で会社員を辞めた後に全振りして使った時間を全部集客とサイト作りと広報活動に使ったわけですから12年前でもそんなレベルなんです。ということは今はもっと 比べられちゃったりとかする可能性が高いので簡単にはいかないよっていうことを理解してる方がいいなっていうふうに思ったので今日はそんなお話をしてみましたではまとめていきたいと思いますあなたはどっち好きなことを仕事にする求められることを仕事にする、えー、こちらの高橋隆子的な正解は、えー、どちらも正しいただし時間軸がずれます という話です仕事を趣味化するためには最初お金が回らないといけないので求められる仕事をやった方がいいです。でその後自分が本当にやりたいものを仕事の中に入れ込んでくるっていう順番の方が結果として早くうまくいくんじゃないかなと思っているのでこれから仕事を始めたいっていう人は、えー、時間軸の考え方の参考にしていただければというふうに思います。それでは